皆さん、お疲れ様っす。ゆっくり休んでくださいね。って、よく考えたら俺たちが出てこない場合もあるんじゃねえか。そうね、主人公の人が違ったら出番ないもんね。まあしょうがねえよな。でもよかったら私たちが出てくるルートも遊んでくださいね。そうそう、1周目をクリアすると得点もあるっす。時間があったらぜひぜひ2周目以降も。それではここまでのお相手はレオラ・シュバイザーとアラド・バランガでした。じゃあまた今度。 See you again。 See you again じゃなくて、第3次スーパーロボット対戦アルファをプレイの皆さん、こんばんは。チーム TD です。あれ、私たちを初めて見たって顔してる人がいる。うん、仕方あるまい。前の戦いの後、我々は外宇宙を旅していたのだから。そうじゃないの。選択する主人公によっては私たち出番がないの。そんなの知らなかったよ。私たちを初めて見たという方、よろしければ4人の主人公全員をプレイしてみてくださいね。このアイビスも世間では最弱主人公、負け犬と言われているが、2周目以降の PP 持ち越しがあればそこそこは使えるはずだ。余計なお世話だよ、大負け犬。では皆さん、見苦しいドッグファイトが始まる前に電源を落としてゆっくりお休みください。お相手はキャプテンアイビスと優雅な仲間たちでした。それじゃあみんな、また会おうね。任務ご苦労。俺が特別出演のはぐれマーズ一番星ことハッター軍曹だ。みんな、ここまでプレイしてくれてサンキューベリーマッチ。あ、ゲーム中断か。ちょうどいいや。出撃前に食い損なったステーキでもいただくか。あ、そうそう、みんなに言っておくぜ。出撃前にパインサラダの話題は厳禁だ。これはバルキリー乗りの有名なジンクスなんだ。じゃあな。柿崎の場合、ジンクスはあんまり関係ないみたいだけどな。今じゃこんな曲が流行ってるのか。時代も変わったんだな。お、なんだ光、ミレーヌちゃんに浮気か。先輩、俺は今でも任命一筋ですよ。あ、そうじゃなくて歌のことで。誤解だ、誤解なんだ。口は災いのもとだ。みんなも気をつけろよ。女性の扱いに関しては特にな。館長、どうやらプレイヤーの疲労度が蓄積されているようです。いかんな、疲れは判断を鈍らせ戦術に影響を与える。ここは休息を推奨しよう。プレイヤーの職員は戦場から家庭へ戻り、ゆっくりと休養してくれたまえ。家庭も戦場だという方の場合、どうすればいいのですかな。ミレーヌさん、これでゲームは終了です。どこかで食事でもいかがですか。はい、喜んで。
ちょっと待て、ミレーヌ。お前、新曲の練習はどうするんだよ。あ、そっか。私の方は気にしないでください。またの機会もあるでしょうから。おうおう、気が長いね。こいつが大人になるまで待ってたら、さらにおでこが後退しちまうぜ。私は子供の頃からこの髪型だ。ま、気をつけな。気苦労の多いタイプはやばいらしいぜ。それは大変。ガムリンさん、なるべく早くゲームに戻りましょうね。そんな、ミレーヌさんまで。おう、お前ら、第三次スーパーロボット対戦アルファをプレイしてくれてありがとうよ。お前たちが熱中すればするほどそのスピーチャーは高まっていく。俺様としても都合がいいわけや。ま、そういうわけなんで俺からのお願いだ。早いところプレイに戻ってきてくれ。じゃ、またな。純度の高いスピーチャーを頼むぜ。終わりだ。休め。中断。また続々。一体どうなってんのよ。この後マクロス7はどうなっちゃうの。知らねえな。何よ、その無責任な口の利き方は。あ、ゲームを中断したのはお前だろうな。そんなに気になるならとっとと最終話までクリアするんだな。二人ともそのぐらいにしておけ。あんまり楽屋裏を見せるもんじゃない。やだ、もしかして全部見られてた。銀スポか銀河セブンにスクープされちゃう。関係ねえぜ、俺たちはサウンドで勝負だ。じゃあそういうわけで次回第3次スーパーロボット対戦アルファ、過激にファイヤー。イサム、お前のプレイは最悪だ。今回も俺の勝ちだ。おいおい、なんだよ、急にケチつけてきやがって。リセットを多用するな。実際の戦場ではやり直しなど効かん。ほう、そこまで言うからにゃお前はリセットなしでやってんだろうな。使えるものは最大限に利用する、それが俺の主義だ。